きチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日は広島です。はい。はい、今ね、優勝争いしてるけども、ちょっとまあ2位までが限界やな。いやまあちょっと阪神とはねついてますからね。あと怪我人がここに来て多い。やっぱそう最後追い上げていかないときに怪我人で人がバンバン抜けていく。はい、逆に阪神はね近本が帰ってきてから一気に上がっていくっていうところで、ちょっときつかったな。まあでも上等やろ。2位ね、はい、頑張りで言うと、はい、でもその中で、はい、昨年ドラフトチェックということで、はい、なんて言ってましたか佐々木は。先にこっちいいですか、はいはい、ドラフト4位清水捕手獲得に、うん、いい選手かどうか関係なくもうカープはキャッチャーいらんやろって いらんやろもう坂倉だって相澤いて、はい、まあ、でもちょっと磯村 FA するんちゃうか説もあるけどね、うん、はい、どうなんやろっていうところあるけどいらんやろみたいな。そうですね、うん、あと増田川野のドラフト前の評判がいい選手を下位で獲得できている、うん、でキャンプを見て、まあ、どうかなってだから、まあ、あの判断良かったけど、うん、1位2位とか言われてたけど、うん、下位になっちゃってそうどうなんやっていうね。2倍めちゃめちゃ高い選手でしたから、ね、けど低いからそれは本当の能力で低くなったのか、うん、何なのかあと怪我なのかをね、はい、まあ、確認したいみたいなね、うんうん、で今回のドラフトの中で12球団で一番今後化ける可能性が高い、うん、っていう中でね決めてるとこの社会人大学の、はい、増田川の長谷部ね、うん、はい、いや全然俺の期待通りの働き全くしてくれんかったな。そうです。増田投手やっと出てきたっていう感じですけどね。いやまあでもこんな、うん、はあみたいな俺の期待値が高かっただけに、うん、ほうみたいな。2軍でも防御率 4.66、 年齢的にもまあザ即戦力ですもんね。で川野もね1軍で防御率 12.54、 2軍で 3.27、うん、ほう、うん、そうですかみたいな、はい、うん、で、長谷部ね、はい、もう長谷部はね、まあ、俺投げてるところキャンプ以外で見たことないけど、はい、この成績を見るとね、うん、まあ、1軍では登板ないんだけども2軍で防御率 5.29、うん、はい、しかもあの30試合投げて 32.1 イニング、うん、吉四球が24、うん、で、冒頭がこう、はい、もう完全制球なんやな。うーん、もうコントロールに投げる球はいいけど、はい、請求できるかどうかみたいな、まあ、ここはちょっとまあ前評判通りかなっていうところは、まあ、あるけどもね、はい、評価は C です。あいや思ったほどじゃ思った感じじゃなかったな俺の。そうですか。もうちょっと来るかなと思ったけども、うん、ちょっとカープ補いきれなかったね。ドラフト後の監督とかのコメントなんて言ってるんですか。新井監督、うん、ドラフト1位斉藤、体もしっかりしていますし力強いストレート魅力ですね、うん、彼のポテンシャルが球界を代表する素質を持っていると思います。大きく育てていきたいですしそれだけのものを持っています、うん、抽選でも何でも来いという覚悟でいきましたけど抽選なくてホッとしてますっていう、うん、はい、まあ、まあ、斉藤投手のことをうん、言ってた、うん、だけはっていうところで、はい、まあ、斉藤投手ね、まあ、2軍でも、ね、5試合ぐらい先発して投げてるから、うん、まあ未来に向けてね、はい、山下俊平だみたいな感じになるかもわかんないから、まあ、ここはまあ1年目ねとかってどうこうの問題じゃないから、はい、まあ、ここは未来に向けて期待と、うん、で2位内田、そして、4位清水っていうところは高校生だからね、はい、まあ、これはここからっていうねところになるけども増田川の長谷部、はい、ちょっと俺の期待値が高すぎたっていうのもあるけども、うん、キャンプで見た時はどう思ったんですか。うん、キャンプで見た時もでもキャンプはさ俺のメモ仕上がってないからさ、はい、いいように見えてでまだ目が慣れてない、こっちも目が慣れてないからおおみたいな、はい、おおみたいな、しかもちょっと期待値高いから勝手にこう俺下駄破壊してるからおおって思うじゃん。で優勝をおろそかして、はい、うん、ちょっと俺の予想高かったのかな、うん、でもまあね、はい、カープ現状2位というところで、はい、まあ、過去のドラフト見てみてもね、うん、結構いいのよ、はい、2021年は森原黒原森、うん、もうちょっとな、あと松本、はい、いやもうちょっとできるやろ、うん、もうちょっと、うん、もうちょっとパッとせえへんよな、もうちょっとできると思うんだよね、はい、でも末金ですね、うん、ね、うん、で、栗林森浦大道ね、はい、2020年いや森下、うん、ね、で玉村、うん、で、小園島内で、葉月、ここ兼務な、ここちょっと17年弱いな、ちょっと、まあ、遠藤投手ね、もうちょっと出てくればね、そうだね、うん、で16年、ね、加藤、まあ今矢崎ね、はい、で、床田、坂倉、うん、あとで15年、西川、うん、岡田、ね、高橋、
で14年、野間、薮田、堀江、うん、藤井、今はソフトバンクだけど、うん、本当は、うん、で13年、大瀬良、栗、田中、12年、鈴木、誠也、上本、野村、菊池。え、ドラフトいいな。ドラフトいいよね。毎年ちょっとこう大きめの選手が、しかも主力のね、うん、レギュラー主軸必ずいるよね。一人はいますね、絶対いる、うん、しかもいい選手は。だからそれがやっぱりね、今の強さを物語ってるよね。しかもどっちかに偏ってるとピッチャーも野手も、うん、いるいる、いますね、どっちもいる、うん、やっぱドラフトとしてはやっぱめっちゃいいよな。だからここの21年20年の人たちが過去の人たちみたいにグッと上がってくると、うん、はい、もっと総力がね、うん、上がりそうっていうところもあるし、うんうん、でそこをしっかり補えて、まあ、デビッドソンとかね、はい、マクブルームの怪我痛いな、うん、あとは秋山も怪我して、はい、西川も怪我して、うん、でどんどん抜けていってっていうところはちょっと痛かったけども、でもドラフトいいよね。西武並みにいいよな、はい、うん、生え抜きがちゃんと育ってる感じが、そうありますね、うん、でもまあ出ていっちゃうからね、まあ、こうちょっと西武と広島出てき癖あるな。広島そんな出ててます？だってまず、まあ、メジャーも含めて鈴木誠也ね。そうですね。で新井貴浩監督がも出てるから、まあまあまあ、はい、ペヘンって、はい、うん、それでかいよ。そうですね、うん、であと丸、うん、ああそうだでもっと前に言ったら金本さんも出ていってるから、あ、うん、大竹も出ていってるから、マイケンもメジャー、ね、ああそうだ、クローさんもメジャー、はい、ちょっと出ていき癖あるスターになったら結構出ていってるじゃん、はい、だからでもいいドラフト、やっぱ西武並みにいいドラフトやな、や正直、ね、うんうん、下手したらセリーグの中で一番いいんじゃん、うん、ドラフトね、広島は必ずピッチャーも野手もいるっていうのがすごいですね、うんうん、偏りなくね、偏りないですね、うん、しかも高卒とか大卒とか社会人とか関係ないしね、うん、ここ弱いよねとかないもんね。ドラフトいい感じだね。いいですね、カープはね、はい、だから今年だけを考えたらもうちょっと増田、川野、長谷部は、うん、もうちょっと頑張ってくれるんちゃうかと思ったけど、はい、俺の期待には添えなかったね。まあ俺は勝手に期待してるだけだから、ね、はい、別に、いいとか悪いとかじゃないから、ね、まあ、来年再来年どうなるかは分からないから、ね、まあ、そこはもう厚みを増していきたいなっていうところもあるしね、はい、この斎藤佑太投手がめちゃくちゃ、お、これね、お、めちゃくちゃいい感じになってね、はい、おーわおーみたいな感じになってくると先発の厚みを増してくるから、またドライチ当たったなってなるかもしれないですね。ここは期待だね、斎、うん、藤佑太ね、はい、うん、増田投手も今やっと出てきて、今まだ防御率 0.00 だと思うので、そうだね、はい、まあ、河野も21歳だからね、そうですね、ここからもう一伸びしてね、うん、っていうところもあるし、はい、まあ、2023年神ドラフトって言われる可能性あるから、そうです、まだだから、はい、うんうん、でももうちょっと頑張ってくれると思ったけど、まあ、評価は C やな、まあ、この1年を見るとということですね。そうだね、でもやっぱ全体的にはドラフトを見るとあんまり文句のつけようもない、いい形のドラフトをしてるなっていう感じはあるけどね、はい、うん、はい、うん、じゃあ次どこ取るかっていうのはなんとなく、それはもう決まってますから、お、10回後です10回後かもしれないし5回後ぐらいかもしれない、そどの順番でいいか分かんないですからね、うん、それはもうその時の気分だから、はい、またの投稿お待ちください。はい、カープ編でした。